ですよ。粉が粒子の細かさが違う。すごい。若い時からそういう。この辺りの全体の流れ。形を与えて自分たちが使って良いと思った日用品、絶対この商品がいいっていう定番商品しか、近所の奥さんたちが交代番号でレジ売ってくれたり、話聞いてると東京にはないつながりって。